どうも、こんばんは、N です。今回は東京グールリインボーク。突然ですね、昨日ガシャの方におすすめリインボークフェスリバイバルが、来ていました。ですね、こちらなんですけども、今回ね、10連だけ弾いていこうと思います。で、このインボークフェスピックアップキャラクターがこのイグザ・アリマと、アモン、ニトークラアモンなんですけども、まあ、いつものようにですね、ステップごとに SSR 確定とかがありまして、今回は、7回目まで、10連を7回引けば、この2人のうちのどっちかが当たるよっていう話なんですけど、まあ、この2人かなり強いんですけどね、その7回目まで到達するのに石何個使うのって言ったらこれ300個なんですよね。で、確定枠が、3ステップ目、ここですね、この3ステップ目に、普通の SSR キャラクターが1体確定で、5ステップ目にインボケフェスのフェスゲンキャラクターが1体確定で、フェスゲンキャラクターなんで、このアモンとアリマ、プラス、カネキとかトーカとか、あのジェイソン・ジューゾーとか、あの辺りが入ってくるんですけども、この7ステップ目で、この2人のどちらかですね、この、ちょっとキャラの詳細、見ていきますか。この CCG の死神の、イグザ・アリマか、孤軍奮闘の二刀流アモン、なんですけども、どちらもかなり強いキャラクターなんで、どっちが出ても当たりです。300個使えば、どちらか1人が確定でゲットできる、7ステップ目まで行くついでにね、出ると思うんですけど、わかんないけど、俺は今回このお得な30個だけ石使う10連を引いていこうと思います。はい、30個なんで引かない手はないです。これかなり得なんでね。じゃあ行きましょう。これでね、アリマ出たらもうかなり得だよねっていう、これもうフラグを立てていくんだけど、毎度のことのようにフラグを立てて、これで SR だったらもうあれだからね。というわけでですね俺この SR カネキ全部売ってさ、このリニューアル後からちょっと集め始めたんだけど、もうごとしちゃったんだけどはい、ということで、今回はおすすめリインボークフェスリバイバルを10連だけ引いてみたでした。もう10連いきますこれね、やんない方がいい、マジで。この10連爆死したから、次のでもここまで来たら3ステップ、いやもうなんで俺引いたんだ今。これ絶対だって3ステップ目いかない。いや、おい、もうやんない、もう絶対引かないもう引きません。はい、大丈夫です、安心してください。もう一回引きます。いや確定なんでね。いや俺もう30個のとこで止めときゃよかったのに、何やってんだよマジで。3枚ぐらい出る、さすがにフェスゲンプラスフェスゲン外の工場 SSR 2枚ぐらい出るでしょう、さすがにね。しかももうこの時点でピックアップキャラクターじゃないっていうの確定だからね、グールだから。これで金木じゃなかったらもう発狂もんよ。お疲れ様でした。